原沢選手、先ほどはまさに目の覚めるような内股で一本勝ち、一方香川選手もここ数ヶ月非常に充実しています。注目の対決です。ベスト8最後の1人を決める3回戦の第8試合、原沢久義選手が赤、右組み、腰を切ったところで香川選手がちょっとあっけなく潰れてしまいました。香川選手白、左組み、原沢選手が上から釣り手を持って香川選手が下から手首を上げながら対抗するという形、その形の引き手の争いです。香川選手じわりと前に出てコーナーに原沢選手を追い詰めようというところ、追い詰めます。あ、聞いてますね。うまく回り込みました原沢選手。香川選手の引き手持ち合おうぜどうだという誘いを内股で剥がして位置を直しました。この辺りはさすがにローレン、なんか嫌がってますね原沢選手は、はい、香川選手の引き手を。審判もきちんと見ましたね、はい、どちらの側が嫌っているかというのを見極めて原沢選手の側に指導を出しました。影浦選手うまく引き手をキャッチ、香川選手ですね、失礼しました。原沢選手肘を入れてはいるんですがどうでしょうか、釣り手力がかかりきってないような。原沢選手内中袖、内中袖ですね、はい、しました。強気です。求めに応じてじゃあ持つよというばかりに強気の内中袖。この背中のちょっと香川選手の背中の拘束をずらして技に行くかと思ったんですが、ずらしただけで終わってしまいました。香川選手後ろ襟を4本指で握り込んで下向きの力をかけている状態。原沢選手は下から上に釣り手を投げてお互い釣り手は悪くない状態ですが、片手の内股弾き返したのは香川選手、効いてないよというジェスチャーを見せました。まあ、今場外際でしたので原沢選手もそれを回避しましたね、はいはい、ひとまず流そうということですね。そうですね。再び同じコースで香川選手が下から原沢選手から上から持って肘の入れ合いになっています。手を求める香川選手、ちょっと指を握って前ずらし、押し込む形は香川選手の方が多い。そうですね、香川選手の釣り手が結構効いてるんでしょうね、はいはい、下から力がかかる形になって全身圧力を効かせているのは香川選手です。はい、ちょっと隙間を作って、回る隙間を作った、いいですね。香川選手の釣り手が剥がれている。背中持ってるけど拘束はできていません。原沢選手は 悪くない。引き手はただ香川選手が外側優位です。あの背中がやっぱり嫌なんでしょうね原沢選手。なるほど、はい、なるほど、なるほど。やっぱ思い切って技はいけないですよね。内に入ってる時よりも嫌がってますね。嫌がってますね、はいはい、香川選手に背中を触れるのをちょっと原沢選手が嫌がっているという指摘、ね、香川選手にも指導一つ、消極的試合姿勢の指導が与えられました。具体的な技をまだ見せていられない香川選手、潜在的な組手の主導権は香川選手にあるような気配なんですが、現象としては原沢選手がかけ数で勝ったという形で消極的試合姿勢の指導を1つが与えられて 1-1 のタイです。組手の手順を変えたりするといいのかなと思いますね原沢選手は。今はまあ喧嘩ですので釣り手から行ってますけども、はいまあ、引き手から行ってもいいんじゃないかなと、はいはい、ちょっとそろそろジャンプ力、そうですね、展開ジャンプしたいところですよね、はい、地続きではない展開を持ち込みたいところ。先ほどの背中を抱えている片手内股は一つ打開の技ありましたが、あれ根本的解決ではないですからね。そうですね、
香川選手もセオリー通り釣り手内から外の釣り手を払いながら接近していきました。香川選手釣り手上に通ってますよね。通ってますね。いいんですよ、はい、後ろ帯力かけ合う形やります。気づいたら時間が、はい、原選手応じませんでしたね。ここは気がつけばと、気づいたらと西田さんがおっしゃる通り、あっという間に4分間が終了。返し技をやっぱり警戒してますね、うん、原選手は。なるほど、はい、変化技とかですね。少し終始香川選手、あ、これ今いいですね、引き手からこれ完璧じゃないですか、ね、じゃないですか、はい、今の組でいいでしょうね。一瞬のエアポケットって、はい、そうすれば相手の背中を持ってくる手もさばけるんですね、はい、あえて、はい、こうやって腰をずらすことでも、はい、引き手を持ってますんで、ますね、これ、あ、香川選手の技で終わってしまった。流れを切りましたね、香川選手、はい、原沢選手がこの試合で一番いい組手を作ったんじゃないかと思いますが、香川選手の変化球としては肩車があります。あ、そうですね、香川選手再び背中、これはちょっとあれですよね。あ、原沢選手両襟ですね、引き手襟です、重視、ちょっと腰が浮いてますよね。ですね、あの乗ってきたところそのまま持っていくのが原沢選手のやり口なんですが、ちょっと己の重心が高いとその相手の頭を下げさせるような、はい、あの内股はなかなか効かない。引き手を先取った方がいいんだけどなちょっと回り込んで引き手からですよね。やはり釣り手からの組み立てになっています。セオリーの手順をお互いが外していないという状態、う、ね、背中持ってくるでしょうか、持ってこないか、はい、あ、これいいんじゃないですか、これは、あ、取れた、あ、いいんじゃないですか、ここで小狩りは冴えている、冴えた選択、詰まっています。あった、勝負だ、勝負ですね、あ、中途半端だ香川選手、あ、これは拍手、そうですね、いい攻防でしたよね、はい、ちょっと場外を背にする場面が多いですね、原沢選手、はい、はい、今までの全日本であの場外背にしたところで相手の頭を下げさせる内股で投げているのを何度も見ているので、なんか打開ありそうなんですけど、やっぱり下げられた状態の技はアクシデント起きやすいですよね。やはり香川選手前に出る、あ、後ろに、ちょっと雑になったかな、組み手が雑になったかな、勝負、ああ、もう一つ前の技でしたねあそこで勝負でしたね、ちょっと一回いい技いったことで香川選手がバランス崩した後警戒を強めていました。ちょっと少し冷静になった方がいいですね、あ、香川選手にしろでしょうね、はい、香川選手ちょっと中途半端になって、ね、後ろ襟のに指が入りきらなくて、はい、原沢選手いい形で力をかけられたんですが、あ、でももう一回いきますね、香川選手は行くでしょうね、これ、はい、もう指導2ですから、勝負だ、はい、原沢選手応じるか、応じない方、これこれ、いいと思うんだけど、勝負ですよ、勝負ですよ、帯持って、帯長い、帯長い、しかしかけたその帯長いに突き立てられるようにかけていきましたどうですかね、今の待てが帯なのか、あ、はい、そう、香川選手勝負組手にしてるんだから行ってほしいんだが、あ、めくりないからね、うん、まあ、めくと抑えればいいわけです ね、 そうですねさっきもそうでしたもん、はい、試合が動いてきましたね、はい、が、やっぱり片方に指導に行くと動きますね、はい、香川選手は頑張りどころです。この際勝負が香川選手が挑むことで出来上がっているというのがちょっと気になるところです。あ、原沢選手今いい前ですね、いい前ですね、引き手も持ってきてる、あ、ちょっと体を出すのが早かった、疲れました、そうですね、やっぱ圧がずっと前半かかってきてたのがあるかもしれないですよね、はい、あのさっきの場外際の内股みたいな技だったら十分いけるぐらいの良い組み手でした、ね、この拍手がいいんですよね、日本武道館は待ての間の
本当にもう一つ技いけばどうですかね。ノーガードだ。ちょっと行くんじゃないですかね。これは原沢選手の手離した。松地さんがちょっと絶句をし偽装攻撃取られる。いや取られないですね。大丈夫です。しかしもうこの数十秒ほぼノーガードじゃないですか。そうですね、ノーガードですね。攻め出したから香川選手もきつそうです、ね、怖いな。ああちょっと疲れましたね。そうですね、はい、今のはちょっと、ね、寝たまま帯を直すちょっと珍しい。そうですね、きついんですね。相当きついんですね。今のは指導でしょうね。あ取らない。お取らない。攻めることに寛容ですね。香川選手はただもう行った方がいいですね。そうですね、消耗、相手の消耗は考えない方がいいと思うんですが、あのどっちに転ぶか分からないですね、はい、技数で指導が来るかもしれないし、はい 技数ですね、技数ですね。ここー審判の判断に勝負を委ねる形になってしまいます。あ取ります。取るでしょう ね技数ですね。これは香川選手大業を逸しましたね。そうですね、あそこは合わせない方が良かったですよね、はい、原沢選手がきつ、はい、両者ともきつがきついですね。たと、ね、えかけつぶれてでも攻めるという原沢選手の執念に旗じゃないですが手が上がった形となりました、はい、原沢選手がベスト8進出を決めました。場内の皆様、時間調整のため4回戦準々決勝の試合は16時の開始となります。解説も16時から再開いたしますのでしばしお待ちいただければと思います、順調に試合が進んでおりまして時間調整のため4回戦の試合は16時よりの開始となります。解説も16時の再開となります。しばしのお別れということでまた16時からよろしくお願いいたします。